はい、ミニマリストたけるです。体工房の小山です今回はですね、ちょっとオフショットということで、以前僕セミナー開催させてもらったんですけども、そこでお知り合いになった、はい、小山さんとちょっとコラボ撮影していきたいと思います。オープニング長くなりますけど、僕は前から知ってますから、はい、あそこで知ったわけではないです。ああ、ありがとうございます。大物 YouTuber ですね。YouTube っぽいことをしますね。あ、そうですね。二人でこう、はい、やっと願いが叶います。ああ、もうありがとうございます。避けられてた。そんなことないです。ちょっと6月忙しくて、ちょっとだいぶ長引いちゃったんですけど。そうですか。うちはひまひま工房です。ああ、まあいろいろなんかそのミニマリズムの話だったりとか、はいはい、あと僕のチャンネル女性が多くて、はいはい、まあ、30代、40代、50代で結構やっぱ体の悩みとかが出てくると思うので。はい、そうですね。体調のこう、はい、変わってくる時期、ね。そうですね。なのでまあそういったお話を、はい、まあ、30分ぐらい足つぼを受けながら、はい、ちょっと覚悟はいいですか。ええー、ちょっとやっといつもと違う感じでいきます。痛いのやだね。ちゃんとリアクションが取れないと。はい、あ、わかりました。うちの場合は男子のリアクション命。あ、わかりました。リアクション命でやっていきます。ではじゃあ始めていきます。よろしくお願いします。お願いします。男祭り開催中って書いてある。そこまで来た。そこへじゃあ次回来た時はそれ。なんすか男祭り開催中って怖いな。では、あ、はい、受けてください。これは何すか。これはフットバスです。あ、で、普通はいろいろなんかっていう理由はあるんですけど、はい、ほぼ2種類の消毒を入れてるので、消毒がぶっちゃけメインです。すごい気持ちいい。はい、足つぼやられたことは多分1回だけ。僕もそのマッサージやってて、ね、はいはい、研修というか年収代で受けたことはありますけど、へぇ、はい、多分そこまで強くないと思います。はい、はい、今日はたけるファンのためにリアクションをこう取れるように、怖いな、少しギャーギャー言わせます。いやいやいや、優しくお願いします。嫌でーす。はい、ではください。はい、僕ほんと最近疲れ気味で、はい、季節の変わり目だからですね。まあそれもありますね。今年はまだそれでも涼しいんでいいですけど、さすがにちょっと疲れてますね。疲れ、編集に大変なんですね。そう、最近なんか動画作るのと編集に大変で追われてます。あと知ってます。掃除してるんですよね。あ、そうですそうです。掃除してて、そう、なんか6月イベントたくさんあって、はいはいはい、あの新婚、あ、結婚式があって、はい、で、フィンランド海外旅行行って、フィンランド、はい、行ってきて、はい、で帰ってきてすぐに、はい、あの新潟の祖母の家に行って、で片付けを1か4日して、はい、帰ってきて、で一段落したので。コラボしましょうという感じの。ということは今日の撮影のために疲労度マックスなわけですね。そうですそうです。そうですそうです。もう疲れた時に来ようと思って。いそうな気がしますよこれ。いやー、いつもの、はい。お、大丈夫。あ、本当、あ、全然。いつものクールな感じを崩そうと。手ぐすね引いて待ってたんですけど。さすが。まだ筋肉柔らかい方なんですかね。ごめんなさい。嘘は言えない。硬い。硬いですか。ここ。あ、そう、うちの腎臓膀胱系。ああ。プロに、元プロに言うのも嫌です。いや、僕、そんな。恥ずかしいです。いや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 、長いですもんね、結構やられてる。まあ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 、ずっとやってりゃこうなります。うん、はい、僕まだ多分3年ちょっとしかやってないですから。全然ですよ、そんな。そう。あ、気持ちいい。視聴者さんは、はい、さっきちらっと言った、はい、女性の方が多いんです。そうなんですよ。女性がすごく多くてありがたいことに、はい、で特に30代40代50代が多いんです。多分ちょうど物が増える頃、お子さんが生まれて、はい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 、で多分50代の方なんかだと子供が成人されて、はい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 、子供がいなくなった、自立した家の中に物が多い、はい、どうしようみたいな感じで多分ご覧になられる方がすごく多いですね。まあ片付いた部屋の中で、まあちょっとストレッチはしてほしいかなと。
そうですね、5分10分のストレッチっていうのはとても大事、大事ですよね、はい、僕もなんかもともと夜にずっと毎日ストレッチはしてたんですけど、はいはい、最近ちょっとサボり気味で、はい、なんかもうタタッともうやる、もう疲れてるところだけ伸ばして寝るって感じだったので、もうすごい疲れが溜まってます。すいません、はい、冷えてます。冷え性、これ今夏場じゃないですか、はいはいはい、でまあ、今年はどうもどうも冷夏っぽいですけど、はい、あのこの時期にこれだけ冷たいってことは、はい、冬はチンチンに冷たいですね。冬すごい、その手足がすごい冷たくて、はい、どうしようもないぐらい。あ、痛い痛い痛い、そこなんですか。これやっぱ腎臓系、膀胱系、小指が痛い。女性は婦人科系とも取りますよ。あ、足先指先が冷たい場合ってどうすればいいんですか。これね、一番いいのは、はい、物を買ってくださいの話はあんまりあれですけど、あ、遠赤の靴下、あ、なんかありますね、ヒートテック系の素材のやつ、はいはいはい、ああいう普通のモコモコした靴下とか、はい、靴下を二重にするぐらいではあんまり温まんないんですよ、はい、温まりますよ系の素材のやつを、はい、入っていただくと、うん、特に女性は、へ、あのむくみも減りますし、夏もですか。ね、夏はまあいいです。これは正直暑いんで、うん、暑さをこう出していただいた方がいいので。痛い。小指が痛いですよね。小指痛いです。痛い痛い。ちゃんとあのカメラ目線で言う、ね、恥ずかしい。なかなかこういうの動画に出してないから恥ずかしいですね。でもイメージあるのにね、そうそう、こんなタケルさん見たことないとか、あそこも痛い、この首の背中から腰にかけて、はい、あ、腰、ここはよく言う尿道、あ、下水管みたいなところです。老廃物が溜まってるっていう、そういうことです、そういうことです。なんか最近寝ても寝足りなくって、あ、何なんでしょう。あの、まあ、疲労が抜けきれていない、それと、うん、季節が変わっていよいよ夏になってというところ、はいはい、ここで自律神経が乱れるんですね。あ、それ妻にも言われました、自律神経が乱れてるって。僕は逆で、はい、寝れなくなりますね、目が覚めますね、寝れなくなるというか、まあ、眠いのはどんと眠いんですけど、はい、長く寝れなくなりますね。それはいいことですか。良くないです。結局寝てもっていうのと、短いのと理屈は同じなんですよ。どっちに触れるかなので、水がどっちに流れるかっていうことなので、どうしたらいいんですかね。なんか僕の場合はなんかある程度ちょっと原因が分かってて、はい、僕よく考えちゃうんですよ、考え事しちゃって。知ってます知ってます、はい、それがまあいけないんでしょうけど、結構夜遅くまでなんか本読んだり勉強したりとか、はいはい、動画の企画練ったりとかして、まああれだけ続けると大変ですよね。毎日はちょっと大変ですけどね、正直。まあでも好きだからやってるっていうのもあってあれなんですけど、あ、痛い痛い、そこ腰ですよね、腰は股関節です。股関節か、股関節とか、これリンパとか、そういうことです。あ、痛い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 、頑張ってます。すごい、なんかああいうのってなんか嘘っぽいなと思ってテレビとかで見てるとかなり痛い。あのこれね、あのうちのチャンネル一生懸命やりだして、はい、半年ぐらいになるんですけど、はいはい、分かったことは、はい、女性は割に平気です。痛いの強いんですかね。強いのと、はい、今は痛いですよ。これは大丈夫。あ、大丈夫だ。あ、抜けてきた、抜けてきた。これは我慢できる。これ腰です。あ、へえ。ちょっと痛んだけど、今スーッと抜けてった感じ。あ、本当ですか。よかった。その本当疲れが抜けきれなくて、はい、まあ、やっぱりストレッチですかね。もうしてほしいですね。で、冬場は靴下そういうのにしてください。わかりました。あ、若干痛い。あ、痛い。だんだん痛い。だんだん痛い。じゃあだんだん痛くなって、あの下側の腰と取るんですね。なのでここがリンパ、はいはい、鼠径部のリンパ&股関節、うん、でこっちも腰、うん、そう、なんかなんだろう、背骨の際とか腰のあたりとか肩とかがすごい疲れやすくって、僕はどうにかしたいんですけど、考えない
考えて考えないという時間も必要と思います。あ、そうですよね、ぼーっとする時間とか、はい、はい、確かに。それにこういうのってやっぱり一人とかでもやった方が痛いな痛い一人でやった方がいいんですかね。あ、痛い、あの腰絡みですね。これは三里元気の出るツボ、失礼、あの痛い、そこがめっちゃ痛い、座骨神経痛、お尻の方からのラインになると、はい、はい、そう、座骨神経痛とかよく聞きますよね、はい、痛いな、痛いな、痛いな、すやばい、そこが痛い、やっつけてますやばい、アンチの人が喜びそうだ痛みつけられてるわいや、足ってでもなんか、なんだろう、まあ、僕もマッサージした時は、はい、まあ、やっぱり思うのは足ってなかなか疲れを感じにくい場所ではあるけど、でもすごい疲れてるって場所じゃないですか、普段やっぱ使ってるから、はい、歩いたりとか、はい、疲れが溜まるところですね。そうですよね、だからケアがすごい難しくって、はい、例えば女性だったら寝る前になんかすごい、なんだろう、ところが、そうなんですよ、まあ、話戻ると、はい、あの男性の方がこうやって痛がるんですよ。痛い。で今僕が足つぼ始めた時はそうでもなかったんですけど、はい、20年ぐらい前なんですけど、今は、はい、女子は足の手入れってものすごいするんですよ。そうですよね、むちゃくちゃなんか風呂から出たとこをなんかしてなんとかってやってますよね、むっちゃするんですよ、はい、なので割に基本のところが取れてるのであんまり痛くないんですよ。なので多分にこの足のほぐし方とかリンパの流し方とかっていうのは、あの僕よりも女性の方が知ってるかなと思います。なるほど。どうやっぱり自分なので、うん、自分でするのには男性はあの竹踏みを、あ、痛いやつだ、はい、あれを買ってきてはい、はい、物を増やしちゃいけないと怒られる、100均で買ってきて、はい、で、はい、あの、例えば洗面台のところへ置いておいてやるとか、ながらが大事ですね。なんかをするついでにやるというふうに、なんかあるかな、なんか動画撮りながらとか、いや本当にそうですね、今日は動画撮りながらいてててててて、そういえば来たみたいなそういうのもありかもしれない、はい、ながらが大事ですね、ながら、そうですね、はい、僕結構なんかいますね、いますね、なんかやっぱり知識としてはやっぱあるんですよね、なんかそのやっぱり僕も施術してた時もあるので、はいはい、でも自分ではやらないから、はい、そうですね、そうやった方がいいのは分かりつつ、あ、気持ちいい、なんかこういうのってなんか施術する側と受ける側ってやっぱりなんか違いますね、自分が出てきて気持ちいいのかなと思って、ああそうね、そう、気持ちいい、ふくらはぎは割と大丈夫そうかもしれない、さっきの際がすごい、ああ三里のラインなんだろうな、でも、うん、ふくらはぎいますよ、本当ですか、 いるって何ってよく質問されるんですけど、いるんですよこれ、いますよ結構、はあ、僕横脚で、ああはいはい、だからあれなんですかね、ちょっと疲れが、それも少しあるかもしれないですね、うん、若干横脚、はい、拳こう、はい、1個半ぐらい横脚で、うん、なんでしょうね、三里のラインいました、うん、足の疲れが取れるとなんか全身が軽くなりますよね。そうですね、第二の心臓と言われてますし、血行が悪く、あ、良くなって、はい、要するに心臓から一番遠いところですから、うんうんうん、心臓はここへ血液を送ろうと思って動いてるわけですね、極端な言い方をすると、はいはいはい、なのでそこを緩めてあげる、ほぐしてあげると全体へ流れていきますよというふうですね。例えばストレッチするときとかもやっぱり結構足とかは念入りに、そうですね、やってほしいですね、うん、もう右足冷たいですよねそう、もうなんか左足やってもらった方の足はすごい鉄板トーク言っていいですか、はい、冷たいですね、足いやもう本当冷たい、心が冷たいですかね、いやあったかい、逆にあったかい、うん、鉄板トークしてしまいました、本当冬になるともうすごい冷たくなるから、はい、靴下好きになってください、靴下ラブになる、冬場だけで
あんまりでもなんか蒸れるの好きじゃないんですよね、はい、だからそれも知ってます。あの足の裏とか手のひらにかく汗は、はい、熱くてかいている汗ではなくて、あ、そうなんですか、自律神経がかいている汗です。神経がかいている汗なんです。交感神経になってるってことですか。はい、そうなんです。でそういう人は靴下嫌いなんですよ。そうするとますます汗かいて冷えてるところへ履かないもんだから、ますます冷えますよ。ちょっと頑張って我慢して一シーズン履いていただくとちょっと変わってきますか。手にとか足とかのこちら側のところへ汗をかかなくて済みますね、はい、そうすると循環が良くなる、代謝が良くなる、変わってきますので。女性でいうと痩せるためにはダイエットのためには、はい、そこはしてほしいですね。でやっぱりさっきのこの三里のラインと連動してるかな、はいはい、この足の裏にかく汗ってね、胃の調子とかっていうのを表してる部分もあって、そう胃も弱いんですよ。そうですね、消化器系が弱くて特に、はい、そうなんか僕結構自律神経が乱れやすいって言われたことがあって、病院の先生に。なのでまあたくさん寝るということはいいと。そうですね、話戻ると、まあ、寝ても寝ても眠いのであれば、うん、寝てくださいというところ、はい、でちょっと寝すぎて体がというのであれば、その後竹踏みしてストレッチして、うん、そうですね、はい、で動画の作戦考えてください。そうですねあ今度親指が痛い。こっちこっちなかったですね。こっち全然痛くない。これは左右が違う、で両方痛いなら内臓系になるんですけど、片方だと、うん、筋肉系、やっぱり腰だとかそういったところの類かなと思います。もう疲れをとにかく取りたいですね。そうですね。休めばいいんでしょうけど。睡眠どのくらい取ってます？最近でもちょっと短くなって、でまあ、それでも7時間くらい、うんうん、本当はこの人は8時間なんだと思います。昭和の頃は8時間って言ってたんですよ、はい、それがなんかいつの間にか6時間寝ればみたいな感じです。それ以上寝てる人はたくさん 寝すぎだとは言わないけど、なんかそんな風に言いますけど、なってますよ、ね、そんなことはなくて、女性なんかにもよく言うんですけど、寝てる時に、年齢関係ありません、寝てる時に女性ホルモンが出ます。あ、そうなんですね、はい、で子供のお弁当を作らなきゃとか、はいはいはい、女子の方が割に睡眠痛みに強いとかっていう部分もあるので、睡眠時間削れちゃったりする部分、はいはいはい、5時間とか4時間とかっていう日によって、痛い、やっぱここ痛い、腰か、腰でした、腎臓系、尿道、リンパ系、あ、やばいな。なんか例えばお子さんがいらっしゃる方なんかだと、特に朝早く起きてお弁当を作ったりとかして、はい、もう睡眠時間が4時間5時間だっていう人もいらっしゃるじゃないですか。そうですね、もう本当にお昼寝してください。ああ、お昼寝でもいいんですね。はい、あの結局どうしようもないんで、それ、まあ、そうしなきゃ回っていかないから、そうすると多分に昼だとか、例えば仕事をしている人だと帰ってきてぐっと眠い時があると思うんですよ、はい、そこで30分寝ていただくのはいいと思います。とてもいいと思います。なるほど。なんか最近僕ちょっと会いたい。このゴリゴリしてるやつなんですか。いて。これカメラ目線で痛がってください。これなんすか。これなんすか。アンチとあのファンでも ド S なファンが喜びますね。何このゴリゴリしたやつ。これ捻挫の跡。あ、捻挫すか。はい。これぐっとひねってる跡がありますね。何落としてか忘れちゃったそういいです、受けてください、うん、睡眠、お昼寝。ああ、お昼寝、そう、僕なんか最近ちょっと仕事中毒じゃないですけど、はい、なんかお昼寝をしたら負けだっていう感覚になっちゃって、なんかご飯食べて、はいはい、で絶対僕眠くなっちゃうんで、はいはい、まあコーヒーを飲むか、はい、すぐさあの外に出て散歩して眠気を取るかして、はい、とにかくなんかしてないと いけないみたいなちょっと感覚になることがあって、まあ、できるのであれば30分寝て、でそこからスカッと冷ますために30分ぐっと休んで、コーヒー飲んで散歩して動いてほしい、少し、まあ、そうですね、はい、それができるとベストです。まあそうなんですよね、まあ、ちょっとずつなかなかね、なかなか習慣変えるのって難しいですもんね。でも健康的には行きたいから、あ、こっちは大丈夫だな。質問があるんですけど、はいはい、ミニマリストさん、ポイントは貯めないんですか。ポイント貯めないですね、もう。そういうのはしない、現金でボンって、あ、もう
スマホでピーだけです。おお、でポイントは貯めない。まあクレジットカードに多分ポイントは貯まってるとは思うんですけど、はい、気にしないです。おお、なんかもうポイントになんかとらわれたい。ポイントにとらわれるのが嫌で。あ、でもこっちも大丈夫。どこやってるかっていうと、ここです、はい、この三輪のライン、ここのラインを。ここめっちゃ痛いです。サービスショット、足。痛い、もう見たくないと思います。痛いな。そう、あ、でなんかそのポイントカードがあると、はい、なんか絶対なんかそこに行かなきゃとか、あとはなんかポイント何倍でだからって言って、はいはい、なんか余計なもの買ったりするのが嫌なので、はいはい、なんか物増やしたくないから、うん、もう行きつけのスーパーとか、はいはい、まあ、薬局ぐらいしか行かないですね。あとまあ本屋ぐらいで。ポイントカードはそこへ流されないよっていう。そうですね、うんうん、なんか結局なんか僕それ昔なんか浪費してたんですよ。なんかポイント何倍でだから今がお得だって言ってなんか関係ないものまで買ったりとかしちゃって、はい、結局なんかもうゴミダメみたいになっちゃったんで。そう、うん、なんかさすがだ。今ちなみになんか財布の中とか どんな感じですか。結構あの資金繰りが厳しいのでそうなんですか。 P 入れといてください。資金繰りでカードが山ほどあります。ああなるほど、はい、そうなんか意外にカード減らしたりとか、はいはいはい、あのまあレシートが山ほど入ってたらレシート全部取り除くとか、はいはい、なんか財布ってやっぱ金融につながるとか言うじゃないですか。まあ僕はあんまりそういうの信じてないんですけど、でも財布を整えるようになってから結構金銭面にはマジですか良くなりました。結構おすすめです。はいはい、ぜひ頑張ります。はい、いただきました。そう、ポイントのカードとかも結構貯める方ですか。あんまりいいですか。いや、ポイント命ですね。ああ、命ですか。あのもう一個もう世帯ややってるので。ああそうなんですか。ありとあらゆる支払いをポイントにしようと。ああなるほど。なんかポイなんかお支払いするときあれなんかここの店のポイントがあったっていうかね。違うんですよ。はい、かキャンペーンを各社がやるじゃないですか。はいはいはい、ついこの間すごかったのはあのペイペイがすごいポイントやってた。はいはい、やってましたね。そうするとね、それを使えるんですよ、お客さんが、はいはい、それに引っ張られて俺もやろうと思った頃にそのキャンペーン終わってるみたいな。あ、なるほどちょっと一足遅かったなみたいな、はい、そうなんです。なるほど。とか、うん、とかでやっぱり敏感になります、ね。あ、まあ、確かになんかお得感はありますけどね。ポイントが溜まってくると。いや、絶対振り回されてるだけですよ。そう、なんか結局なんかお店の戦略に乗っかってるだけかなっていう部分がちょっとあって、で、最初は財布の中を、まあ、ポイントカード全部抜いて、うん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 、で、もう診察券と現金と、まあ、運転免許証ぐらいだけにして、はい、で、今ではもう財布も捨てて、はい、手放して、はい、もうスマホだけ。たまにクレジットカードでは払えますけど、もうそれだけですね。素晴らしい、うん、もうキャッシュレスはかなり便利です。あとは竹踏みしていただいて、時々ストレッチしていただいて、はい、30分お昼寝をしていただいて、はい、冬は遠赤の靴下を履いていただければ。わかりました。完璧です。ありがとうございます。いや、だいぶすっきりしたような気がする。気持ちよかった。だいぶ溜まっていたような気がする。いや、もう本当足疲れて、もう よく歩くっていうのもあるので、うんうん、結構足が疲れやすいですね。いやー、すっきりした。この先はどういう展開になってくるんですか。動画ですか。はい、どういうボディマッサージ。いや、違います。ミニマリスト。あ、ミニマリストなんですか、はい。うちはどうしたらいいですか。ではプロデュースください。いやいやいや、でもなんか今すごいコラボやられてるじゃないですか。ああ、いろんな人とね。そう、はい、だ僕もそういうのちょっと今後していこうと思って、逆に僕参考にさせてもらってるんですよ。あ、そうですそう、なんかいろんな方とコラボして楽しいですよね。そうですね、なんか僕もいい刺激になるし、はい、なんかいろんな人のなんかルームツアーとか持ち物紹介とかしたらすごい面白そうかな。ああ、はいはいはい、はい、へえ。なんか結構片付けたいっていう方も見てたりとか、実際にもうミニマリストっていう方も見てたりとかするので、はいはい、人の家見たりとか、うんうんうん、持ち物見るの結構好きな方が多いので、はいはい、そういうのしていきたいなっていう。でこの前もちらっとツイッターとかで募集かけたら、まあ、愛知県はもちろんなんですけど、はいはい、まあ、
熊本とか鹿児島とか九州からすごいたくさん来て、やっと多いなと思いながら厳しいな。そうだからちょっと期間は空くかもしれないですけど、また、はい、お伺いするときにご連絡させていただきますって感じで。そう、あと茨城とか結構いろんなところから来て、はいはいはい、応募してくださって、そうぜひまた興味ある方は、はい、コメント欄で教えてくださいそうちょっと募集して、そうですよね。そうで結構なんだろう、この前僕のおばあちゃんの家の生前整理したんですけど、はい、知ってます、はい、ありがとうございます知ってます。そうなんかやっぱり実践してるところはやっぱり皆さん結構お好きで片付けてるし、はいはいはい、まあその物がたくさん多い状況から綺麗になるっていうシーンがすごく好きみたいで、はい、なんかいろんな家に行って片付けたいなっていう 欲求が出てきた。ふつふつとふつふつと、だから例えば、まあ、お財布にたくさんなんかいろんなカードがあるっていうのは、はい、のであれば、それずっと言うたもうあこれいらない、これいらないいたたたた、まあ、そんな強制的にはやらないですけど、うん、まあ、なんかもう一つ一つとちょっと見せれしていきたいなっていうのはありますけどね。そうなんか募集してるそうです。あ、ぜひ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 でもなんか強制的に捨てるっていうのはしなくて、まあなんかこれ今使ってますかとか、必要ないのであればまあちょっとずつ捨てていきましょうみたいなスタンプで、面白いですね。そうなんかそれでなんかその人のなんか生活が変わっていったら僕も嬉しいし、その人本人もなんかすごく嬉しいじゃないですか、はい、だからなんかそういうのやっていきたいなっていうのはありますね。うーん、すごいいい匂いですねこれ、ベビーパウダー。お、さすがベビーパウダーです。ああやっぱりすごいなんかいい匂いが、なんかベビーパウダーっていいって聞きますよね。あの昔はいっぱいあったんですよ、はいはいはい、なんでかというと紙おむつがじゃなくて布おむつだったんで、はいはいはい、赤ちゃんがすぐこの時期なんか汗もになるんで、はいはいはい、まずパン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 したんで、あの女性の汗拭きシートとかっていうのもなかったので、はいはい、結構みんなここが白かったりするぐらい小学生の頃とかっいっぱい売ってたんですけど、はいはい、今は紙おむつになっちゃって、うん、そんなに需要がないんで薬局の奥にはいっぱい売ってるんですけど、なんかすごいいい匂い、はい、さすが、はい、なんか実家を思い出しますそうそういう感じでそうなんかこういう匂いあったなっていう、すごいなんか痛くなくなりました。はい、でもミニマリストさん胃の調子気になります。そうなんですよね、痛いとか胃ですよ、胃ですね、はい、神経質、そうなんか消化があんまり良くないんですよね、はい、僕、はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。じゃあ締め、はい、締め、はい、はい、これからですね、はい、体工房小山さんの YouTube にまた出させてもらいますので、はい、よろしければそちらも後編は、はい、見てください。よろしくお願いします、はい、ではまた、バイバーイ。チャンネル登録してください。グッドボタンもお願いします。はい、ありがとうございます。